こんにちは、ブルホスです。本日もね、RE2 やってまいりましょう。前回ね、ほんと申し訳ないけど、もう G2 まさかあそこでパコってやられる、ちょっとほんと夢にも思ってなかったんで、ほんとにやられたわーっていう気分だったんだけど、まあまあそれも仕方ない。もうやっちまったもんは仕方ないから、ね、あの、懺悔の代わりにね、あの、今回のプレイはね、サクサクっとね、ちょっとね、まあ20分くらいでね、いけるとこもちょっとやったりと思いますんで、まずは一発目。おー、ケーキいいね。ごちそうさまです。続いて、ほい、もう一発。おー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 、新手のスクワット、そんなやり方がある。なんかあの、倒れた時のあの格好が、あの、次元転移装置で現れたシュワちゃんみたいな格好になってたけど。よし。ちょちょ、もったいないもったいない。そんなのにつかない。そんなのにつかない。これこう。で、とりあえずね、もう大型拳銃は、もう前半の方でもう使い切ってしまった方がいいと思っているので。くれくれ。寝よ。寝よ。刺さなく。おー。めっちゃ気持ちいいやん。いいね。よし。いい感じ。じゃあ、栄養バランスが豊富の、ね、メニューを取り揃えていると言われている、食堂ではあるんですけれども、まあ、残念ながらね、こいつが今取ってたのは、ね、タンパク質、脂質のみなんでね、炭水化物は一切ないから、炭水化物を取らないと、まあ、残念ながら筋肉がつかないからね。めっちゃ寝てるわあれだな、アイテム欄が結構パンパンになってるな。大丈夫かこれ。まあ一回、そんな大したアイテムも取れるわけじゃないし、あそこスパークショットのあれも結構嫌だったな。どうしよっかな。ここでね、ちょっとそうなんだよ、これを取っておくこと。あ、もうダメだ、パンパンだ。よいしょ、これ取りたいけど取れないんだよな。まあちょっとさて、ターンインガチャ、どっちにゾンビがいるか。こっちにいないと。おっと、そっちから来るんだけど。こうして焦った、ほんと。寝てろ。何なのよ。ちょ、全部打っちゃった。やばい、近づいてる。そんなこと。あ、いや、オッケー。寝て。いやー、焦ったわー。ナイフぶち込んどいてよかった。おお。前回あれだけお見苦しい姿をお見せしたにもかかわらず、またなんかちょっと無駄にギャッて全力で叫んでしまった。恥ずかしい。で、これ持てない、どうしよう。とりあえずチップもらっとくか。はい、これでバージョンアップは OK で、まああと3発だもんな。6発か。もういっか。はい、じゃあ戻ろう。そう、しまった。あのゾンビ、ぶちのめすに使っとけよったら、まあ、いっか、こっちとして出てこれないしね。いる？ああ。かわいそうだな。そんな、こいつを倒すのに使っとけよかったなと思ったんだけど。もうなんか、驚かせた罰みたいな感じで、もう、完膚なきまでぶっ潰したって感じがしたね。まあまあ、いいんじゃないですか。よし、じゃあ、ここ戻っていって。で、とりあえず、まあ、あの、アイテムの整理だけさせていただいてですね。させていただくっていう言葉がそもそも間違ってるらしいね。なんか許可を与えることはみたいな。だから中年以上の人がその言葉を、なんか若手の言葉が使うとすごい違和感を感じるらしいので、まあ、あの、使い方には皆さん気をつけましょう。もしですね、あの、何々させていただきますみたいな言葉を使ってもね、あの、何々いたしますっていうのが正しい言葉使いらしい。そこだけね、ご注意いただけたらと思います。まあ、何の話で、別に、バイオハザードで、あの、ね、国語の講座をやりたいわけじゃないからね。しちゃ、このまま進んで、よし。さーて、今週のサザエさんはマスオです。タラちゃんです。じゃあタラちゃんバブーしか言わねえんだよ。イクラちゃん、あ、ちょ、そういうの、タラちゃんは今のに、イクラちゃんがあれか、バブーしか言えないですね。そんなことはどうでもいいんだよ。よし、じゃあ戻っていって、
戻っちゃった。ガンガン進んでんのに戻っちゃった。で、ここ。で、ここでアイテム、まあ、いらないアイテムはとりあえず一旦預けるかも。回復アイテムすごい量今溜まってるもんな。最終的に硫酸弾まびれに適応してやろうかと思ってるんやけど、どうしよっかな。硫酸弾でリッカーぶちのめす？あそこの行き来な、ちょっと見つかったら結構めんどくさかったりするもんね。っていうこと考えたら、まあ、ありっちゃありなんだけどね。めっちゃ行くか。はい、じゃあ、とりあえず帰ってきた時のびっくりポイントにならないように頭ぶち、べち。痛そうなんだよな、これ相変わらずな。よいしょ、OK。よし。めっちゃくる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 して、ブルン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 して。はい。はい。はい、よし。じゃあ、これで、ドン。OK。じゃあ、これで燃えているので、じゃあ次。NEXT! これなんかさ、海外のさ、空港とかで行ってさ、NEXT ってさ、言われるの、皆さん経験したことあります？次のさ、なんかの、税関かなんかでさ、次のやつ来いって、NEXT! めっちゃ偉そうに言われるのか。あれね、僕がアメリカ行った時は、もうかれこれ2年前と3年前になるんだけど、2年前に1人、新婚旅行で行って、3年前に1人行った時に、1人で行った時なんかね、もはやね、ネクストスマイすらも言われない。めっちゃなんか睨まれながらね、こっち来いって言って、指で、マトリックスのさ、クイックイってあるじゃん。カンフーしてる時に。あんな感じじゃないけど、なんて言ったらいいんだろうな、あれのね、指2本版でね、早く来いよみたいな感じ。めっちゃ嫌そうな顔でこっち見られるっていう、そんな感じはあったね。ちょっと待ってね。とりあえずそう、火炎弾はもう別に、ボス戦で使ううんぬんとかってのは、どうなんだろうな。火炎弾で、例えば G3 とか G4 とかをぶちのめしておいたら、やっぱ燃えるそのじわじわダメージとかで倒せるもんなんかね。ここら辺がちょっとよくわかんない。まあでもこれでまたアイテム無駄に取ってしまうことによって、なんかね、アイテム欄埋まってまた、アイテムボックスオープンしなきゃいけないとかっていうバカみたいなオチにならないと注意しなきゃいけないんだけどさ。どうしよう、コーヒーなくなっちゃった。あとこれどんだけ続けるかわかんないけど頑張る。コーヒーなくても生きていけるように頑張る。なんかやっぱアンチエイジングの観点からいくと、コーヒーをなんか飲みすぎるのも良くないらしいんで、あ、落ちてこないのかよ。お前は来るんだな。あ、落ちてこない。あ、これよりもうちょっと先に進むと落ちてくるのかな。これだったらいっそのこと前の方進んどいた方がいい気がする。 OK、 よし。倒れてる間、あちゃ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 、やばいやばい、やばいやばい、自滅してる自滅してる。あ、やばいやばい、近い。いや、ついでに燃えろよ。めっちゃ燃えてんのにさ。ちょっとごめんね、一瞬おかしくなったでしょ。なんで敵来てんのに逃げないのって思ったけど、ごめんなさいね、ちょっとね、一瞬だけちょっとどこか止まっちゃったの。ポーズかけてたからセーフだったんだけど、ごめんなさいね。なんか、ものすごいなんか画面の移動がなんか、微妙に変に思えたかもしれないけど。ちょっとトラブル発生したんで、はい。まあ一瞬だけだったんでね、そんな気にしないで。まあ、気にするあれでもない。ちょっと待って、そこでさ、燃えてたら、後ろのレッドハーブ、じゃあブルーハーブか。燃えない？大丈夫？全然燃えてなかったね。まあ、どうしようかな。こんだけアイテムがあったらな。次進むのあれだったもんな。テトリス、テトリス。オッケー、全部テトリスやな。よし、じゃあ一旦戻って開けなきゃいけないな。うん。テトリス。よしよしよし。進んでいきましょう。どうしよっかな。これ、アイテム整理するに戻った方がいいのかな。まあ、とりあえず、ここ、オープンしてから考えそこら辺をね。テトリス。あ、ちょっと、くぅ。なんでしかも2個押した。あれ？テトリス？なんかもう全然違うな。あれ？ちょっと待って。何だったっけ？やばいやばい。本当にこれバカ丸出しになるね。こうやって無駄な話を、なんかペロ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 やってると、こういうことが起こるんですよ。ちょっと待って、もう一回見に行く。いやー、ほんとバカなことしてるわ。ごめんなさいね。もう、テトリスとかそんなことやってっからだよ。
あ、わかった。あれ、最後、横棒に、縦棒2本、ちょんちょんだった。進めねえし。もう余計なこと考えてたら、もう全然ダメになる。なんかあの、ネストの構造ってさ、あれっぽいね、あの、バイオハザードのさ、最初の映画、2002年だったっけ、ミラジョボビッチが出てきた。あの地下、あの、ハイブって呼ばれてたやつか。あれの作りに似てる感じがするよね。もともとそういう作りだったのがバイオの映画の方が真似したのかな。ちょっとどっちがどっちかあんまよく分かってないんだけど、バイオ2の方でなんかそういう仕様になってるかっていうと、なんかそんな感じもしないけどな。あ、しまった、アイテム整理してくんの忘れた。取れるかなこれ。登らないよ。まあ戻りたい願望はあるんだけど、今更戻ってめんどくせえなと。そりゃそうだよな、取れないよな、取れないよな。うわー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 うわうわ、組み合わせちゃった。ユーサンダーできた。面白いことしちゃったな。なんかあの適当になんかできないかなってカチカチカチって起こしたらなんかできちゃった。とりあえず、まあ、まとめてドーンってしといたらいい、楽なんじゃないかって燃やす。あーでもちゃんときっちり起き上がってくるね。でも寝たね。あれこいつ燃えてねえのか。え、引っかかって引っかかってる、引っかかってる。はいはい、奥のやつも置きなさいよ。次に燃やしてあげるからさ。うっどーん。あ、これやっぱあれか、直接ぶち込まないとダメか。あ、それっぽいな。わあ、弾もったいないことしたな。足元めっちゃ燃えてんのにな、全然普通に歩いてくるもんね。やばいやばいやばい。はい、オッケー、はい、オッケー、はい、オッケー、オッケー、オッケー、よし倒した。起き上がるか、生きてる、生きてんのか、しぶといね。このパターンまで生きてる可能性があるからな。よし、オッケーオッケー。で、これは、あー、オッケー。で、あいつ生きて、あはん、撃つ前に起き上がったよ。寝といて、おやすみ。よし、あ、じゃあまだ、まだ生きてる。えい、オッケー。永遠の眠りにつくがいいわ。こいつは、え、来てないんかい。ああいうなんか時々さ、これもあのなんて言うんだろうな、ゾンビにならないんだけどああいう風に起き上がる、あのなんか撃てちゃうやつ、ちょっと不気味で嫌なんだよな。さてどうしようかな。とりあえずまあちょっと逃げていく。ダメージくらい。おお、長いベロでエロい。オッケー、一発。イエーイ。あ、ちょっとちょ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 、苦しんでる苦しんでる。一発？もしかして。あ、一発だ。よし。まさかの一発。あ、じゃないね。一発ではなかったね。二発。これでどう？ドゥドゥ。いける？やっちゃった？いける？お！おー、いいね。よしよし。じゃあ、続きまして、こいつだね。とりあえず、まあ、安全牌はやっぱもう足を、あの、砕き。散っておくっていうことね。一瞬で、あ、ちょっと、はい、寝なさい、寝なさい。と燃やすのが楽なんだけどね、あのね、弾もね、限られて、あ、ここアイテム何もなかったっけ。ピコピコ動いてるも何もないね。あ、生きてる。これ、しぶといね。やっぱマシンガンって一発一発があれか、やっぱ、足壊す専門用具なんだろうな。よし、じゃあこれ、今から戻っていって、そこで終了としておきたいと思います。どうしようかな。とりあえず、ドーンで当たる？無理っぽいね。これじゃ上に行かないもんな。え？びっくりした。なんか普通にあれがいいのこれ。まあこれでとりあえず燃やしときゃもう何の心配もないから、そんでもってそんでもって毎度あり。ああ、起きてるね。はい、めんどくさいんで、はい、ボーン。よし、ああ無理か。でここで手に入るアイテムは、ああ、大型もこれもいらないかな。燃えてるね。燃え尽きたね。よし。OK。じゃあ、一旦ちょっとアイテム整理して、いろいろとまた整理しながらね、戻りたいというふうに思います。で、戻りたいんじゃねえや。次進めていきたいと思います。あと何がいるかな？あ、でも、りっちゃん倒すためだったら、あのアイテムいるからな。これは、とりあえず、あ、これ、出た。赤、青の罠。ちょっとグリーンハーブ、グリーンハーブ。そうそう。くっつけとかないと。表編でこれで散々苦しめられたからね。
謎のゲームオーバー一回やっちまったからな。よし。じゃあね、アイテム整理も終えられたというところでね、まあ、全然終わってないんだけど、はい。ということでね、まあ、区切りのいいところまで来たんで、一旦ここでパート区切りたいと思います。ということでね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンもぜひ押して応援よろしくお願いします。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。